うん。
あっか、Thank you.
九州にかけて広い範囲で晴れます。洗濯日和です。一方、北陸から北日本は運動や散歩も認められていますが、1日1回1人でが原則。しかも最長で1時間、自宅から1キロ以内に制限されています。厳しい外出制限は人々の心にも影響を与え始めています。
Thank you.
新型コロナウイルスの感染が止まらないので、今年の阿蘇ロックフェスティバルは中止にしなきゃならんのは本当に残念である。本当、コロナのバカ野郎だ。練習してるときに、パッて見たらカラスが持っていっちゃった。